パネルの配信画面の人物の場所、うん、甘くて草今ね設定してんねちょうどちょっと待って間に合わんかったの、ね、変なとこから飛び出てって笑ったとか今ムッティのさアイコンを急いで設定してんね、ね、松本さんもなんか変なのって思うのバレた超ちっちゃい松、ね、ちょっとちっちゃい松ですミニ松はい、ということで本日第6節チームヘラクレス先発で松おしゃー松先発です松先発松本さんだけ取ってないんだよなみたいな SNS で書いてる人いっぱいいたんですよ1回しか打ってねえからまだ確かに全然トップ取ってない人扱いされてるのウケるのそう、足引っ張ってる扱いされてるあ、待って、ちょ本配信の太郎さん見なきゃあ、ほんとだ、始まった今日太郎さんなのラフな太郎さんと小葉美沙さんっすねさっき太郎さんねいたからさっき花太郎さんの話してたから、うん、マウントマウントだマウント違う違うだからひらめちゃんが中居マウント来た違う違う違うひらめちゃんが早くボイちゃんに来たら会話させようかなって思ったなんで LINE してくんないのそうだよ何のための LINE だよマジそうだよ何のために LINE 交換したと思ってるの言ってよかわいそうひらめなんでせっかくLINE交換してるのにやっぱ会話したいの太郎さんと会話したいのやっぱり太郎さんと会話なんか話したいに決まってるじゃないですか頑張ってねって一言言われたらもうそれだけで元気100倍あなんか今日チャンスじゃんあそうだ、インドの絶対話すじゃん絶対1位で喋りたいじゃんこんなのそうだから今日出さないかめっちゃ悩んだんだけどなんでちょっとキレてるちょっとキレてるインタビューで絶対1位で迎えたいね今日じゃいや迎えるわ、ねね、いやいやでも違いますよ今日1位を迎えた理由はもう稲葉ハネル様単位祝いですすごいねよ一応ね一応じゃない一応じゃない一応ね一応一番の理由一番の理由だからついでねついでじゃないついでじゃない今日はチーチャースタートですトン一曲親ですうわチーチャーあとは誰がどこか知らないけど関係ねえ、うん、関係ねえ関係ねえ場所関係ねえアルセマサルニーナ勝つ気がするんだよなフラグじゃないかそれいやいやほんマジ勝つ気するそうか流しちゃうか今日も、うん、行ったれ行ったれ解説席で聞く効果また格別だったねあれ松本さん元気に喋りすぎてあの僕とキラメの発言全く入ってないのねハイライトそうそうそうハイライトも2人が出てるとこうるさすぎてね全然喋ってなくて笑っちゃった、ね、まあリアクションしてんのになんか全然入れてもらえてなくてわかるあれお前それ俺に罪はないんだよめっちゃおもろいこと言うなよ二人でそうなのもうキラメがすごい上がりしてもさモッティがリアクション取るからキラメのセリフとか何も採用されてないしかもこっち楽屋にわざわざ千葉さん来てくれてたのにそうよ何も採用されてないみたいなちょっと待って俺がリアクションしたことによっての弊害が生まれてるってことですそうそうそう生まれてますよチームメイトに回らないで出番がおいじゃ編集したの俺じゃねえんだからこっちは試合出てんだぞそうだよ今から流れるけどヒラメ全然出ねえからマジでそうマジで全然採用されてなかったよねいやヒラメのリアクションより俺のリアクションが勝っちまったんだよ俺の天敗外しからの倍満とかいうとんでもねえ顔だったのに ね確かにハイライト俺ばっかだったのそうそうほとんどよそうなんだよおかしい我々が勝てば勝つほどそう松本が増えるっておかしいだろそう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 なんかリュウシェンがさすごい悲しいさ上がれなかったみたいな時も全部モッティが採用されてるそうだよ、ね、なんで俺が怒られてんだおいほら今ヒラメのハイライトなのに吹き出しすぎる全部松本さんだったんだけどおい俺のせいじゃねえじゃん俺が編集したんじゃねえんだからよ俺だって抑えてた方なんだよ解説よいつもハネルキリルキだよこんなのいつも見るそうだそうだいつもハネルキリルキ一緒だよこんなのああもう俺分かったよ俺はもうね絶対いつからもう動かないでもう微動だにしないからはいトップナイスナイスでもひなたんの解説はめちゃくちゃいいわひなたんやえ待ってひなたんはって何ひなたん優しくてねえやばいなひなたんさ入院の日もさなんか手術頑張ってねとかって LINE ギフトくれてさあいこいやなんて優しいみたいな好きだよ好きになっちゃうよやっぱりまあ待って大違いねえ
待って、出番の全部ね、美味しいとこ奪ってね。ちょっと待って、俺もう負けるよ今から俺。それは違うじゃん。まあ、メンタルゲームだよ麻雀は。確かに。まあ、ひなさんの解説は良かったな。めっちゃ弓引かれてるじゃん。俺一生懸命解説したのに。いやでもこれで1位持って帰ってきたら多分見直しちゃうかもしれない。見直しちゃうよね。今ねマイナスやから1位持ってきてもらったやとトントンみたいなとこあります。なんかきらめ今6節だけどさ、きらめ節が変わるごとにさ、どんどん俺のこと舐めてってる気がする。きらめは基本人を舐めてます。舐めてない舐めてない。みんながなんか勘違いしてるんだけど、でも本当にキラメは人のこと舐めてるから、みんななんかこのキラメのビジュアルと声の雰囲気で騙されてるだけで、キラメは基本人のこと舐めてます。舐めてない舐めてない、ひどい。みんな気づいてないだけ。ね、うん、そう、あのキラメちゃんだけ唯一松本先生って言うんだけど、呼び方だけめちゃくちゃ丁寧になってくる。言ってること全然丁寧じゃないけど。そうなのそうなの。そう。よく聞いてほしい。そんなこと言ってると松本って呼び出しますよ。別にいいよ。なんだったらそれで発言とトントンなんだよお前。ほんなんじゃあ松本って呼ぶかこれから。いや別にどっちでもいいんだけどね。もう隣の緑色の人ずっと松本だけど。そうだね。そうだよ。リュウジは逆にちゃんとした場で松本さんって呼んでるから、あ、リュウジは松本さんって呼んでんだなって。あのねるちゃんは持っていて呼んでずっと言ってるけど、松本先生、なんか松本先生でなんかもう慣れちゃったから。うん、でも松本先生からの松本かなり落差やばくてちょっといきなり飛んだよね。そう、今度一旦松本先生で固定するか。ちょっとずつね松本に近づけてこうね、うん、気づいたらいきなり松本って呼び出してる可能性は、うん、分かんない。普通に LINE の登録名とかクソとかになってるかもしれない。待って待って、キラメの印象悪すぎだろ。結果次第だね、今日の結果次第で松本さんへの呼び方変わると思う。確かにラスだったらなんかもうラスラスですね。ラス取ったらラスです。多分帰ってきた瞬間においマツモトとか言い出した可能性はある。ラスの松本って。あ、それでは開始しますって来たよ。あ、じゃあ行ってまいります。行ってらっしゃい。バイバーイ。はい、じゃあね、行ってきます。頑張ります。消えた。行ったわ。え、これ三着やだ。いやこれ三着。いや惜しい。惜しい。いや悔しいこれ。いやー惜しかったマジ。いやマサルくんの欲しい3品抑えちゃってたからね自分で。悔しいね。いやでも点差考えたら触れないしなー。いやーてかしかもさアキレスにトップ取られちゃった。最後はねもう連チャンしてもらってっていうのを期待してたと思うんですけれども。そうそうそう、期待してやってたんですけどね、うん、まああと一歩及ばず ね、うん、はい。いやただうちの子たちみんなトップ取って僕だけトップ取ってないんだよ。気にしてるわ。やばいやばい、気にしてる。攻めないようにしよう。やばいやばい。頑張ったよとか言われる方がでも辛かったりするから。あ、そうか。いや分かんない。まずどっちのタイプだ。まあでもひとまずナイファーイくらい、ね、僕監督も参加ナイファーイ。ナイファーイ舐めすぎててやばいってマジで。ナイファーイ、お疲れ様。ナイファーイやばい。ダメか、ナイファーイダメ。ナイファイってナイファイダメ。ナイファイちょっとナイファイちょっとナイファイ。お疲れー。あーナイファイお疲れー。あー惜しかった惜しかった。頑張ったよナイファイ。ナイファイだよナイファイ。ナイファイ舐めてないですよ。舐めてないですか。舐められる。舐められる。ああおしまいだ。おしまい。いやマジ、わ本当にごめん。なんかちょっと逃しちゃったマジで。やばい。いやアキレスまたトップまくられたかな。一着になった。ね、いやもう超ストレス溜まったねこれね。いやこれミスったらもうまた行きたくなったなこれ。いや任せてください。また取ってきますよ1位。また取ってきますから。ちょっとやめて。やめなんかしょうがねえなみたいな感じに。監督の尻拭いしてくるって。あの2万5000点持ち3着です。まず帰ってきてなんて言おうねって言ってたら、ああキラメがナイファイでいいんじゃないですか。お前が一番舐めてる。お前が一番舐めてる。ナイファイ、ナイファイって言いましょうや。俺にはそれ以外に慰めの手段がなかったんだよ。ナイファイナイファイってナイファイ。完全に部活みたいなノリだったよ。部活じゃあちょっと行ってきます。